皆さん、こんにちは。ことふみこおの渡辺です。今は日本時間で2021年7月3日の13時9分なんですが、速報です。先週の虎さんのラリーのライブ映像が全部削除されたそうです。虎さんツイート、日本語訳さんのツイートです。常に虎さん前大統領 演説のライブ配信をしている RSBN は先週のオハイオ州の演説では300万以上の視聴回数。早速、つべくんはこの動画を削除し、向こう1週間の動画配信を禁止にした。明日、トラさんのフロリダ演説だが、つべでライブ配信できなくなり、緊急の声明を発表。そして、 明日のフロリダで開催されるトラさん前大統領の演説集会のライブ配信は、ランブルのトラさんのオフィシャルアカウントで日本時間午前9時からとなっています。引き続きまして、RSBN のツイートもちょっと見てみたいと思います。緊急、RSBN アプリをダウンロードして、明日のサラソタラリーをライブストリーミングしましょう。 ビッグテックが私たちを閉鎖しようとしても、パンしようとしても、私たちはまだ終日報道を続けます。ランブルのストリームもあります。必ずフォローしてください。そして、どこで聞けるか、どこで見れるかという URL が紹介されています。こちらの記事もご紹介します。機械役になります。現地時間の7月2日のものです。 つべはフロリダのトランプラリーの前夜にライブストリーミングから RSBN を排除します。バンします。つべはフロリダ州サラソタで行われたトラサン大統領の西部アメリカラリーの前夜に RSBN のライブストリーミングとコンテンツのつべチャンネルへの投稿を停止しました。つべはまたノースカロライナ州 GOD 大会に対する 6月5日のスピーチとともに、オハイオ州ウェリントンでのトラさんの6月26日の集会に関する RSBN の報道をすべて削除しました。すべによると、金氏はトラさん大統領のライブ報道の結果として、スパム、詐欺行為、詐欺に対して RSBN を処罰する、停止は7日間影響を受けるとしました。RSBN は、 RSBA のアプリ、ランブル、ツイッター、フェイスブックで、トラさんの7月3日のサラソタ、フロリダの集会で完全な報道を放送します。現在進行中の状況に対応するには、ツイッターで RSBA のフォローしてください。私たちはビッグテック検閲を倒し、ナリーをライブストリーミングするために RSBA のアプリをダウンロードするのに役立ちます。 現在、すべてのアプリストアで使用できます。という記事です。以上です。速報でした。ありがとうございました。